皆さんこんにちは。転用マジックディーラーのビリーです。今日は僕が不思議なメンタルマジックを皆様にご覧に入れます。それではぜひ楽しんでください。さあ、今日はちょっと不思議な道具を持ってきました。3色のこんなスティックです。それぞれのスティックの側面には様々なマークが書かれています。例えば炎、月、ハート、ワイングラス、もちろんこちら側にも様々なマークが書かれています。さあ、今からこの中から一つマークを選んで決めてほしいんです。例えばそうですね、ワイングラスでしたらこんな風に3色のスティックを揃えて並べてほしいです。お願いしていいですか？はい、はい、その間僕は後ろを向いています。はい、揃えました。終わりました。はい、それではその絵をしっかり覚えておいてくださいね。はい、そうしましたらスティックをまとめて、はい、占いをするみたいにこんな風に混ぜてしまってください。はい、さあ、これでもう何の絵が揃っていたかわからなくなりました。さらにその絵が誰にも見えないようにスティックをまとめてこんな風にしっかりと握っていてください。はい、いいですか？はい、振り向きますよ。はい、今から読み取っていきます。見えてきました。もしかして最近どなたか気になる方がいらっしゃるんじゃないですか？選んだマークはハートです。当たりです。うまくいくことを祈ってます。